はい、札幌からやってきました。ね、いただいた、ワゴンあるスティングレイ、猪木との、やっと、1週間待ったな。なんだよ、いくそうだよ、ラギオラ出したの、下ろして、まずはオラ乗ってね、着きましたね、いいですね。あと、オラン動かさんでいいよ。すいません、ありがとう。なんかサイン。サインですね。はい、どうもです。ありがとうございました。はい。よー。綺麗ですね。綺麗ですね。今ちょっと、映しますね、場所ね。札幌からやってきたよ。これね。ね、札幌から来たよ。ね、札幌から。ね。ね、いいね。また後でゆっくりね。とりあえずね。今ね、今日寒い。ね、札幌のね、後でね、もらう重要になった一冊を喋るけどね。いいね、とりあえずいいよ、素晴らしいね、ね、札幌から来たんだよ、ご苦労様でした。今度は私乗りますからね、名義変更に来ました。早速ね、軽自動車協会ね、軽自動車協会に来ました。ここね、軽自動車協会ですね、青森軽自動車協会、しつこいっていうのはこれね、今札幌ナンバーこれね書いてきますね。でね、軽自動車のあの名義変更は住民票と申請依頼書ね、これだけあればいいので、まずこれでやってきますね。長場カメラ持っていけないので、でね、ナンバーも外して持っていきますね。後ろもね、外して持っていきますね。軽自動車はね、フイントがないので楽ですね。はい、新しいナンバー来ましたね。でね、かかる料金はね、この新しいナンバー代が1624円で、これ税止めっていうのは、もう相手の日が女さんにね、あと税金いかないように税金止める手続きね、これ陸運局に頼んで1000円、自分でやれば札幌市役所に電話したりなんだりして大変なんだ、だからこれお願いした1000円で、全部で、軽自動車の名義変更ね、2624円、所要時間はね、書類に不備がなければ大体15分くらいで終わりますね。で、これね、車屋に業者さんに頼めばね、大体管轄外になるので12,000〜13,000円かかりますね。自分でやれば2620円ね。そういうことで、
これね、新しいナンバーつけますね、これね。でね、前のナンバーつけましたね、これね、前のナンバーね、でつけました。でね、これも後ろも交換終わりました。でね、ということで日が女さんね、無事にね免許変更終わりましたので、よろしくお願いしますね。これね、というわけでワゴン R スティングレイね、うん、ね、こういう、なんか前の7000円で買ったワゴン R より大きいような気がするんだけど、ね、大きいな、ね、ワゴン R、ダブル R ね、4WD、ね、大きいね、大きいね、これね、うん、後ろもね、トランクもね、非常にね、すごく、いや、綺麗な車ですね、綺麗な車来ました、これね。なんかね、後ろ、これね、ね、スノーブラシ入ってる、これスノーブラシ、さすが雪国の車ですね。でね、後ろこういう感じ、すごく広いね。後ろにこう座ってもね、すごい余裕あるね、うん、普通の乗用車みたいだ。今の毛大きくなったね、こういう感じ、後ろ側でもこういう感じだよね、うん、すごく綺麗だね、綺麗だ。これね、廃車にするなのってね、もったいないね。まあ廃車にしないでいただいたので非常に嬉しいですね。うん、これね、北海道のね、日賀女さんっていうね、名前が東に恩人の恩を納めるとかで日賀女さんね。うん、ね、タバコっこ吸う人なんだね。灰皿もついてきましたね。エンジンかけてみますね。ミラーもついてますね、このミラーの大きく見えるやつね、うん、でね、こうすごくね、なんか綺麗ですね。こうね、こうね、ドアロックね、これミラー収納ね、軽自動車でミラー収納ついてんだよ、これね、考えられないね。私こういう系は持ったことありませんね。でね、あとはね、ね、走行キロがね、10万5000キロね、車検、これガソリン半分以上入れてくれてありがたいですね。普通ね、届く車ってね、カスカスにガソリンないんだけどね、車検が4月までです。うん、で、ね、4月に車検すぐ取れる。でね、なんかね、この芳香剤いっぱいあるんだよね。なんでかね、日賀女さん、なんでこんなに芳香剤あるんですかね。うん、みんなこうやってくっつける、これなんかタバコの匂いしてたからつけてくれたのかな。私はタバコ吸うので全く問題ないですね。でね、これなんだかわからないんだよね、これ日賀女さん、これなんですかね。うん、時計ではなさそうだけど、これの音がわからないので一応つけたままにしときますね。入ったら、あ、これ、枝ね、ドリンクをホルダー置きね。うん。これね、ナビと CD、バンセグ、いろいろついてますね。うん。ね、綺麗だ。嬉しいですね。ちょうどね、前のあの7000のワゴン R がね、車検切れてね、乗ってなかったのさ。でね、ずっと B4、レガシーの B4 乗ってたんだけど、だから俺の B4、リッター4キロくらいしか走んないんだよね。あまり私燃費気にしないんだけど、さすがに買い物とか毎日使うとなると、非常にガソリン減るのが早い。で、これ来たので、なんかね、お店のお手伝い塾上もね、あ、これ運転できるって喜んでましたね。うん。でね、足元もすごい広いですね、これね。うん。ね。エンジンこういう感じですね。ターボですね、ターボ。ね。
すごいね、きっしり詰まってますね。歩道静かですね、これね。あ、もうフォグランプもついてます、フォグランプね。うん、スズキスポーツね、いいですね、いい感じね。うん、本当にありがとうでした。これね、私ね、人からもらったものは結構大事にするんです。自分で買ったものはね、使わないとすぐ廃車にしたりするんだ。これはね、乗り潰しましょうね。もう一回ね、これね、スタッドレスもついてますね。結構まだ山ありますね。来シーズンも使えますね。これね、スタッドレス山あります。嬉しいですね。ね、これもうみんなちゃんとスノーブレードついてますね。これね、スノーブレードで、いやー嬉しいな。ちょっとね、どうしても洗車してないので外見は汚れてますがね、大きいね。でもね、車ね、うん、ナンバーも交換したしね、ね、ということでしたね。本当にありがとうございましたね、日が女さんね、ということでしたね。こういう感じですね。ではね、ちょっとね、走ってみますかね。じゃあね、名義変更も終わったしね、少しね、走ってみますね。一服してからね、いろいろね、名義変更終わったりね。いやー、この今年ね、ここずっと雪も小康状態で、うん、だいぶ森雪溶けました。うん、だからだからね、岩屋整形ってね、肩注射ってことだけど、その前に少し走ってみますね。前のね、福島の安藤さんからシーマいただいたけども、それに引き続きこのワゴン R スティングレーね、札幌に住んでるね、日が女さんっていうね、男性の方だったんだけどもね、当初はね、春頃にね、車検切れる前に青森までね、持ってきてくれるってね、ピザも食べたいから持っていきますという話だったんだけども、会社がね、転勤になったんだって。で、1月の上旬でね、いなくなるので、できれば取りに来れませんかっていうね、なんか会社の人たちもみんなね、私の動画はね、見てくれてるらしいんだけど、私ね、1月どうしても取りに行けなくて、結局ね、陸送を手配して、まあ、陸送代を私負担して、うん、それで送ってもらったんです。ね、札幌柄の陸送代がね、一応業者間の陸送ということで安くなるんだ。うん、で、業者間っていうのは私もね、カスタムショップアトムという感じで、申し込むので、だからね、3万8000円くらいだったかな。それで届きました。うん、なんかね、苫小牧からフェリーで無人車両なんとかで、うん、八戸に着いて、八戸からキャリアカーに乗っけて、八戸かな、弘前から来たのかな。まあとにかく安い経路があるらしくてね、うん、
3万8000円で済みました。だからこのなんか機械作ってお店に来るというので、アトムピザ、もちろんアトムピザごちそうしますね。1枚でも2枚でも3枚でも4枚でも5枚でもごちそうしますんで、一つ日が女さんね、あのお店に遊びにしてくださいね。すごくね、中広い、広いしね、視界もすごくいいね。これあの前買った7000の番があるよりなんかすごく広い感じするんだけどもね。カゴもついてるしね、スタッドレスもちゃんとついてるし、さすが雪道から来た車ね。ワイパーもみんなね、スノーブレードだしね、もうすぐ使ってますね。もうね、あさってあたりからまだ雪降るらしいんだけど、今もだいぶ溶けました。いや、しがね、やっぱりいいですね。すごく出足がいいです。やっぱりターボチ入れると全然違いますね。すごくいいですね。ターボどうかな、ターボ。本当にね、7000のワンゴンあるもそうだったけど、本当に扱いやすい、売れるわけだ、ね。こういう感じですね。これからね、今ね、要は野生系に来たんですけど、もうね、冬になってね、あまり寒くてね、この間うちね、毎日毎日氷点下でさ、肩が60肩痛くて痛くてね、ちょっと通ってるんだけど、なかなか良くはなりません。左肩痛かったんだけど、右肩も痛くなりました。今日ね、両方に注射打ってもらいますね。ということでね、とりあえずね、今野生系に着きましたので、中断します。この注射が痛いんだ。というわけで今肩に注射を打って電気をかけてきました、ね。なかなか寒さもあって良くなりませんね。少しね、せっかく久々の車動画なんでね、世間話もしますかね。また一服ですね。本当に一服多いんだ、ほらね。これからね、我が家に一旦帰るんだけど、うちのお客さんでね、この寒い時にね、一緒にね暮らしてた女の人にね、出て行けと言われたそうで、急遽アパート借りで引っ越すんだそうだけど、車もね裸一貫で追い出されたらしくて、だしとね、車も名もない、なんか洋服だけ持って出ていくらしくて、私のね、なんか車
貸してくれっつから。7000円のワゴンある。車検切りなんだけど。車検代は自分で払うからちょって。持っていくんだって。だからね、布団一式ないんだって。だからね、まあお金もないで、ね。ついこの間までね、カスタム、車のカスタム作るね、社長さんだったんだけど、会社倒産、倒産っつがダメになって、ね、極貧になったらしくて、お店来て、ね、ご飯食べさせ、食べて帰るの。ね、もちろんね、ご飯は私のごちそうです。ね、みんなね、極貧の人からお金取れるがってね、うん、飯は食わして、食べて、返せたけどもね。でね、布団一式ないっつうから、私の使ってない、来客用の余ってる布団があるので、それ一式あげて、電気釜もないっつうから、うん、もう使わなくなった、ちょっと古いけど、電気釜と、ストーブもないんだって、ストーブ。引っ越した先はエアコン暖房ついてるんだけど、ちょっとあんまりね、エアコン暖房だけだときついので、ストーブは、石油ストーブはあったと思うんだねばしょうがない。とりあえず電気ストーブ1個あげて、あとなんだ、うちのお手伝い塾所がインスタントラーメンと米あげるらしいけどね、大変だ。なんか雪解けたら自転車もねっつって、私自転車いっぱいあるので自転車もあげようと思いますね。ね、だから困ってる時は助け合いましょうということでね、私もなんだか物いっぱいあるのであげようと思います。しかしこのワゴン R はすごいね、視界が良くて素晴らしいね。本当にさ、私の時代の軽自動車っつとね、チープな車そのものだけどね、最近の軽自動車は素晴らしいね。うん、子供静かだしね。やっぱりこのこういうタイプではワゴン R がダントツでないかね、乗りやすさね。うん、いい車です、ワゴン R は。今去年いただいたねシーマはね、雪に埋もれてます。うん、まあ、ちゃんとシートかけてね、しまったので大丈夫だと思いますけどね。あれも2月で車検切れるんで、雪解けたらすぐ車検取ってね、とろと思ってるんだけども、まあ、というわけでね、久々のね車動画でした。うん、でまあちょっとあまりね、動画見てもわかるけど、道路の脇にしか雪ありません。道路は全くね、雪なくなりました。走りやすいね。今年前半大雪降ったから、春早く来ればいいんだけど。うん。明後日あたり、今日の晩あたりからちょっと雪降るって天気予報だけどもね、あまり大雪にならないことを願ってね。あとね、日が女さん本当にね、いろいろ書類も送ってくれて、至れり尽くせりありがとうございました。これまだ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 乗れる車なので、大事に乗りますので、ありがとうございました。本当に機会作ってお店に遊びに来てください。うん、まあそういうことでした。ということでしたね。
まあ、まあ、そういうことでした。まあ、マンズ、うん、まだ長く車動画撮れたらね、なかなか春まで車動画撮れないけど、またちょくちょく車動画撮れれば上げていきますね。まあ、マンズ、みんな風邪ひかねえようにね。